どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA フライングホヌ収入フライトキャンペーン復活とですね、今週の特旅マイルキャンペーンね、解説やっていきたいと思います。この動画にはですね、概要欄に目次入れておりますので、もしね見たい項目からですね飛ぶことできるようにしておりますので、そちらもねぜひ活用してみていただけたらなというふうに思います。まずね、特旅マイルキャンペーンですね。特旅マイルキャンペーンっていうのは、本来のね必要マイル数より少ないマイルで利用できるインターネット限定のねキャンペーンというふうになっておりまして、2020年に関しては特旅マイルキャンペーン、お盆と年末年始を除いてね行われる予定っていうふうになっておりますので、私の方でもですねできるだけ発信させていただいておりますけども、もしねこの便が取りたいみたいなのがある場合はですね、公式サイトを確実に確認してね利用してみていただけたらなっていうふうに思います。でですね、特旅マイルキャンペーンはですね、片道3000マイルからね利用することができまして、片道発券ももちろん OK、 空席があればですね前日まで予約することが可能です。予約変更に関してはですね、キャンペーン期間かつ同一路線のみ可能というふうになっておりまして、キャンペーン期間外へのね変更はできません。またね、払い戻しに関しては未使用に限り1人3000マイルでね払い戻すことができます。またね、キャンペーン適用するにはですね、1区間ごとにね予約する必要がありますので、この点もね覚えておくようにしてください。またね、こちらはインターネット限定のキャンペーンというふうになっておりますんで、デスク発券はね NG というふうになっております。またね、予約する際はですね、最終画面で必要マイル数がですねちゃんとキャンペーンマイルにね適用になっていることを確認してからね予約するようにしてください。それではですね、今回の特旅マイルキャンペーンですね、予約期間が2020年8月26日から9月の1日、搭乗期間が2020年8月27日から9月の2日までっていうふうになっております。では次に路線ですね、こちら辺にドンと載せておきますけども、今回ですね全部で21路線というふうになっておりまして、今回ね特旅マイルキャンペーンでね沖縄路線かなり多く入ってきておりますね。沖縄路線ね、かなり人気の路線だと思うんですけども、やはりね特旅マイルキャンペーンにねこれだけ入ってきているということは、まあ、なかなかね座席数がね埋まってないのかもしれませんね。また羽田から札幌、羽田から函館路線もねあるということで、先日ねちょっと話変わってしまうんですけども、マリオットボンボイのねプラチナチャレンジね、おすすめホテルとして4ポイントバイシェラトンね函館紹介させていただきましたけども、こちらにねアクセスできるね羽田函館路線もねありますんで、マリオットボンボイのねプラチナチャレンジ検討されている方はですね、この機会に行かれてもいいのではないのかなっていうふうに思います。それでは次にですね、 ANA フライングホヌの周遊ツアーですね紹介していきたいと思います。2020年8月20日にもですねこの行われたこちらのツアーなんですけども、前回はですね倍率150倍だったっていうこともありまして、かなりね大人気だったっていう感じなんですよね。ということですね、また9月にもですねこちら行われるということで、 ANA フライングホヌはですね、成田空港からハワイ路線に導入されているエアバス380で、現時点ではですね他の路線にはね導入されてない飛行機というふうになっておりまして、このキャンペーンですね、このエアバス380フライングホヌにね乗って90分間の周遊ツアーが楽しめるっていった感じなんですよね。またね、記念品の贈呈だったりとかですね、テレビ撮影とかも今回もね入るようで、記念品等々はですね前回と一部変わってるっていうこともありますので、こちらもね楽しめるのではないのかなっていうふうに思います。それでは今回のねツアーの詳細なんですけども、搭乗日は9月の20日、応募期間はですね8月の25日の13時から8月の28日の10時までっていうふうになっておりまして、こちらは当選っていう形になっておりますんで、ひとまず申し込みをしていただいて、9月2日から9月3日までの間にメールでね当選結果が来るっていった感じになります。出発空港はですね成田空港というふうになりまして、使用機材はちょっと画像ではですねエアバス380のフライングホヌというふうになっているんですけども、一応注意書きでですね別機体になる場合がありますというふうになっておりますので、こちらね覚えておくようにしてください。当日の日程なんですけども、成田空港に11時から12時半に集合していただいて、14時頃に成田空港を出発、周遊フライト90分を楽しんでいただいて、16時頃にね成田空港に到着して解散っていった流れになります。
次にですね、キャンペーンの特典ですね。まず一つ目が搭乗証明書がいただきます。次に記念品っていう感じでちょっとね画像を出しておきますね。3つ目がフライトマイルね、380マイルがもらえるっていう風になっておりまして、まあ、こちらに関してはプレーンポイントライフタイムマイルは対象外っていうことと、参加後のねマイル積算ができないっていう風になっておりますんで、こちらね間違いなくねマイレージ番号をね入力するようにいたしましょう。またねアロハシャツをね着用のお客様お子様にはですね、フライングホルの飛行機風船をねプレゼントということになっておりますんで、ぜひねこちら参加される際はですねアロハシャツね着てね参加してみていただけたらなっていう風に思います。またファーストクラスとビジネスクラスにはですねアメニティがもらえるようになっておりまして、ファーストクラスの方はちょっとね画像を出しておきますけども、グローブトロッターのアメニティポーチですね。またエアバス380モデルプレーンブルーススナップフィットモデルということでちょっと画像を出しておきますけども、こちらとですねハイドルフラスク ANA ハワイボトルキャップセット、まあ、ちょっと読み方合ってるか分かんないですけども、こちらはねもらえるっていった感じになります。こちらはファーストクラスの方ですね。次ビジネスクラスですね。ビジネスクラスの方はフレッドシーガルコラボレーションアメニティキットとサーモマグフライングホーヌアンブレラボトルということで、こちらがねもらえるっていった感じになります。またね機内ではビール、ワイン、シャンパン、モヒート、ソフトドリンクがね提供されるっていう風になっておりまして、プレミアムエコノミーとエコノミークラスに関してはですねモヒートとソフトドリンクのみという風になっておりますんで、公式サイトを見る限りだと機内でねアルコールを楽しめるのはビジネスクラスとねファーストクラスだけっていう風になっております。また前回のね周遊フライトのこちらのキャンペーンなんですけども、ファーストクラスビジネスクラスの方にはですね ANA の旅行券がですね5000円分プレゼントというのがねあったはずなんですけども、今回からね廃止になってるようですね。今回のキャンペーンではねこちら記載がされておりませんので、その点はね覚えておくようにしてください。次にね価格ですね。クラスと場所によってね価格分かれておりますんで、ちょっとね価格表を出しておきますけども、まあ、注意していただきたいのは、まあ、人数によってはですね前後の座席になるっていう風になっておりますんで、そちらはね確実にチェックしてからね申し込むようにしてください。またねエコノミークラスの場合価格設定がね3つありますけども、この翼の上とかですとねかなり外の景色楽しめるのがね制限されるというふうに思いますので、そちら辺もね確認してから申し込むようにしてください。それですね座席配列のイメージなんですけども、一応ね公式サイトにねこちら前にはですねこんな画像なかったと思うんですけども、こんな感じでですね座席配列分かるようになっておりますので、申し込む前にですねこんな感じになるっていうのをねチェックしてからね申し込むようにしていただければなっていうふうに思います。それではですね最後に注意事項ですね。かなり注意事項ありますので、ちょっとここら辺にね箇条書きで書かせていただきますけども、まずお子様の設定金額はありませんということで、3歳以上のねお客様には座席が必要っていうふうになっておりまして、今回のこのキャンペーンについてはですね GoTo トラベルキャンペーンね除外商品ということで、参加後のねマイル積算できないようになっておりますんで、先ほども言いましたけども申し込む際にですね確実にマイレージ番号をね入れるようにいたしましょう。また座席番号については当日案内っていう風になっておりまして、希望はね出せないっていう風になっております。また機内食はありませんっていう風になっておりますんで、ドリンクのみのねサービスっていう風になっているのと、寝具とかね枕とかリラックスウェアとかねそういう用意もねないっていう風になっておりますし、カウチシートっていうのがねあるんですけども、そちらベッド利用に関してはできないっていう風になっております。またね必ずマスクね着用が必須という風になっているのと、発熱に関してですね37度5分以上のね発熱がある場合はですね参加できないっていう風にね書いておりますんで、こちらね覚えておくようにしておきましょう。またね手荷物に関してなんですけども、機内手荷物サイズはね持ち込み可能という風になっているんですけども、まあ周遊フライトでねわざわざ大きい荷物持っていく人ね、いらっしゃらないと思うんですけども、自慢のねスーツケースね持ってきたい方ねいらっしゃるかもしれないですけども、そちらね持って
ってったところでですね、手荷物預けられませんので、そうなった場合はですね、空港にね有料で預けるっていう風になりますんで、この点はね覚えておくようにしてください。またなんですけども、今回のね周遊ツアーに関して、空港のラウンジだったり優先チェックインカウンター、また保安検査場のね優先とかですね、あと搭乗口での優先搭乗とかね、こういうのは行ってないっていう風になっておりますんで、こちら周遊フライト自体がですね、お昼からまあ夕方っていう感じになるんですけども、まあ、食事取れるねチャンスはなさそうですので、その点はね覚えておくようにしてください。ラウンジとかでね利用しようと思っていて、現地でね利用できないとね、かなり残念な気分になると思いますんで、こちらね覚えておくようにしてください。いかがだったでしょうか。今回ですね、 ANA 特旅マイルキャンペーンと ANA フライングホーヌ周遊フライトのねツアー解説させていただきましたけども、フライングホーヌについてはですね、前回ね抽選から外れてしまった方がねかなりいると思いますので、ぜひね今回応募してはねいかがでしょうか。今回もですね、ある程度の倍率にねなると思いますけども、これがね今回まあ2回目ということで、今後もねやっていくかもしれないっていうことで、少しね倍率下がるのではないのかなっていうふうに個人的には思ったりもしておりますんで、エアバス308のフライングホールね乗ったことない方はですね、とてもねいい思い出になるのではないのかなっていうふうに思いますし、前回のね周遊フライトの時にですね、ツイッターのね写真とかね結構見させていただいたんですけども、搭乗に関してはですね、置き止めで飛行機ね搭乗するっていう形になるそうなんで、まあ今回ねどうかわからないところはあるんですけども、飛行機もねバッチリね見れるのではないのかなというふうに思いますんで、飛行機ね好きな方はかなりね楽しめると思いますんで、ぜひね参加してみていただけたらなというふうに思います。またね支払いについてなんですけども、スカイコインね利用することねできるっていう風になっておりますんで、 ANA スカイコインね余ってる方、もしくはアップグレードポイントね余らしている方はですね、ちょっと交換してね検討してみていただけたらなっていう風に思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、チャルマイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボン、ホテルのことなんかね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。